はい、こんにちは、高野です。これですね、ダイソーの V10 なんですけど、フィルターを水洗い直後からこんな異音が出るようになりました。まあ、トリガーを引くと吸引が途切れてバッテリー表示の隣にあるランプ、パイプアイコンですね、が点滅してました。掃除機内には詰まりの原因と考えられるゴミはないので、いろいろ調べた結果、原因はフィルターに残った水分でした。側面のこの部分はすぐに乾くんですが、この奥のひだ部分がちょっと乾きにくいみたいですね。このフィルター奥のひだ部分を触ってみると若干湿ってました。24時間乾燥させたんですが、湿気が多い季節だったので完全に乾いてなかったみたいです。水分がフィルターに残っているとちゃんと吸引ができずに異物が詰まっていると認識されるようですね。なのでパイプアイコンが点滅しました。はい、いつも通りちゃんと動いてくれました。はい、問題ないみたいですね。はい、よかった。フィルター掃除のたびに、丸1日以上掃除機を使えないのはちょっとどうかなと思ったので、今後のために互換フィルターを買ってみました。 Amazon で買った2個入りのフィルターです。価格は2000円ぐらい。評判が良すぎたんで、サクラチェッカーで調べてみたら普通に良品でした。ローラークリーナーヘッドに絡まった髪の毛を簡単に切り取れるように小さなカッターがついています。これ意外と便利です。適合機種は V10 シリーズです。高品質な真空 HEPA フィルターで細かい粒子、ホコリ、花粉などを効率的に取り除いてくれます。洗浄方法はダイソンの純正品と同じで、水で洗浄して24時間しっかり乾燥させます。互換品の方がお尻の出っ張りが長めです。で、構造はほとんど同じですね。フィルター側面のスポンジ部分は互換品の方がちょっと厚みが薄いですね。装着感は問題なし。普通に使えました。新品なのでこれ排気も若干臭くなくなったような感じですね。フィルターは基本的に交換品なので1年間ほど使ったら買い替えがおすすめ。ダイソン純正品だと1つで9000円ほどかかるので、消耗品にそこまでお金をかけたくないっていう人には互換品で十分だと思います。僕も使ってますが特に不具合も発生していません。2個ついてくるのでフィルター掃除中でも普通に掃除機が使えるのはいいです。ダイソンの互換フィルターをお探しならおすすめですね、これは。はい、最後までご視聴ありがとうございました。洗濯機やエアコンの掃除動画とかもアップしてますので、合わせてご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。